こんにちは、ムカチャンネルです。ワオチンピーンよいしょ。それでは皆さん、お疲れ様です。乾杯しましょう。私の動画はお酒を見せたり飲むと一気に視聴率が下がる傾向にあります。それを覚悟の上で飲みます。はい、そしてここに並んでいるのはウルトラマンのいろんなね、作家さんたちが作られた造形タイプのウルトラマンになります。そしてお酒なので、この動画は子供用ではありません。大人用です。乾杯。あー、うまいね。多分ね、視聴者の中には、おいおムカチャンネル最近酒飲んで動画紹介してねえじゃんと思ってる方もいるかもわかんないです。今はもうね、夏なんでね、やっぱもう飲んじゃいましょう。うまい。はい、じゃあね、こちらから紹介しましょう。こちらがウルマークの帰ってきたウルトラマン、こちらがヤモマークさんから出ているウルトラマン、そしてこちらはマックストイさんから出ているウルトラマン。何が帰ってきたか帰る前か全く分かんないわ。はい、そしてこちらが全く知りませんがウルトラマンリブット。これね、私普通のウルトラマンだと思って買ったら、なんか多分違うんでしょうね。そしてこちらウルトラマン何周年記念だったかな、つぶらやヒーロー何周記念だったかな、ちょっと忘れたんですけども、東京の方でね、そういう催しがあって、その時に作家のハリケンさんのアレというキャラクターがあるんですけどもね、ウルトラマンコラボモデルカラーになっております。これはね、もう手に入らない貴重なソフビとなっておりますね。期間中にハガキで書いて申し込むという、すごいアナログ的な感じなんですけども、それでね、私は思いを書いて何とか当たることができました。こんだけずらーっとね、ウルトラマンのいろんな作家さんたちが手掛けたソフビがあります。じゃあこの後ろにある箱は何か、もうお分かりですね。トイストーリーとかじゃありませんよ、はい、今日紹介するウルトラマンのソフビは墓場の画廊と。はい、それでは開封します。だけど墓場の画廊さんって言ったらね、つぶらやヒーローのウルトラマンとかね、いろいろソフビ出されてますもんね、ブルマークさんから。ばかりばかり。いやー、これもね、何ヶ月前に買ったやつだったかな。ソフビともう一つ買いました。じゃあソフビじゃない方から紹介しましょう。本なんですよ。何の本かというとね、じゃじゃーん、マルさんブルマークを生きた男と、石月三郎おもちゃ道、おっしゃ、倉地隆さん。これをね、読んでマルさんブルマークをよりね、詳しく知ろうということなんですよ。多分新品なのかな、多分サイン入ってるはず。そのようなことをね、書いてたんですよ。ちょっとそれだけ確認しよう。新品じゃないのかな、もしかしたら。なんかちょっと友達の家の匂いがするこのようにサインがちゃんと入っておりました。お子様の夢を育てるブルマークの本を買いました。それとムカチャンネル、なんかいろいろね、帰ってきたとかいろんなことをね、ウルトラマン言ってて、まあつまり言うところのウルトラマンパート2ってことなんですよね、帰ってきたっていうのは。それのこちら、はい、帰る前帰る前とかいうね、表現もなかなかないかもわかんないんですけども、はい、こちらヘッダー、じゃじゃん、ブルマーク、ブルマークの怪獣装備シリーズのこちらだから、初代ウルトラマンになるのかな。知ってる人とか詳しい人からしたら、あ、ついにそれかよと思うか分かんないですけども、ついにムカチャンネルブルマークの帰ってくる前、その前のソフビを、初代になるのかな、の復刻版の紹介になります。後ろはこんな感じ、ブルマークの怪獣シリーズとなっております。復刻版だから対象年齢15歳以上ってなってますけど、昔はこれもう本当にね、子供の遊ぶおもちゃでしたからね。いや、もったいないんだろうな、開けるのがね。当時風っていうのがまたいいよね。S なんで、これね、S サイズ。こっちがね、多分ね、M だったかな。そんな気がします。でもネットの方には、この帰ってくる前タイプの M サイズがなかったんですよね。存在するんですかね。じゃあ開封します。おー。いや、いいな、いいな。
いいなぁ。いや、いいなぁ。なるほどね。帰ってくる前だから、こっちのソフビと、まあ、あくまで復刻版ですけど、それでもね、この昔のレトロさの再現度高いんじゃないかなと思います。はい、こんな感じです。目はね、やや吊り上がった感じで、口もなんかね、口元シンプルで、顔の造形自体がね、なんかちょっとシンプルなんですかね。帰ってきたにほら、なると。ね、なんかちょっと造形がね、非常にシンプルですよね。で、これはシルバーバージョンだったのかな。こっちはね、普通のグレーといった感じなんですね。でね、ちょっとこのなんかこの首元のね、色あせた感じのね、風味。これ多分わざとしてるんだと思うんですよ。それもね、非常に本当にもういい。ここね、可動のこの部分。この動かした時のなんだろうな、この柔さっていうのかな。それもまたなんか、レトロ感があって本当にいいですね。いや、ポージングもね、本当にいいわ。やっぱ帰ってきたと帰ってくる前では、この胸元のね、このマークとか、ね、ちょっと変わって帰ってきてるんですね。やっぱ耳の大きさとか全然違うんだ。このね、頭部の出っ張り具合とか、この目の大きさ、うん、首の色とかね、いや全然違うんだな。帰ってくる前と来た後では。ヤモマークさんの方は帰ってくる前なんだ。あの、色合いというかね、あの、それがね、同じです。お、ということは、マックストイさんのこれもあれだわ。帰ってくる前だ。ね、デザインが。え、合ってるよね。ちょっとムカチャンネル詳しくなってきてんじゃない？このボディのタイプは、帰ってくる前か帰ってきた後か、みたいな。ペーン！帰ってくる前です。みたいなことが。いいな、このポージング。こんな感じ。で、足もね、足もこのように、こう、動きます。でね、ソフビのね、なんか、硬さ自体もね、なんかちょっとソフトなね、感じがします。このね、肩のこことかもなんかちょっとね、グレーの塗装のね、あえてなんですよ。あえてのこのムラ感。いいわー。腰からヒップにかけてのこのぼってりした感もね、非常にいいね。で、さっき見て思ったんですけど、足裏ね、刻印がね、当時多分なかったんですね。その代わり、お尻のところに、つぶらやプロ、ウルマークと。このようにこっちに、しっかりもう刻印というかね、もう造形としてされておりますね。足はこんな感じ。で、こう大きく、可動がします。いいなぁ。いや、またね、ここにこう、ウルトラマンシリーズずらーって並んでるじゃないですか。ここによ、ムカチャンネルのウルトラマンソフビシリーズに、こう来るってことですよ。ずらーっと。やばいね。これもう分かってる人のもうウルトラマンの集め方になってないと、まだまだ。いや、いいよ。本当にいいよ、こんな。しばらくこれは墓場の画廊さんで在庫としてね、扱っておりましたよ。まだまだ私、このウルトラマンにね、足を踏み入れたとこなんで、この本当のザ・ウルトラマンみたいなこの感じしかわからなくて、いろんななんか、太郎とかエースとか、なんかこう、いろんなね、ウルトラマンでもキャラクターいるじゃないですか。全然わかんないから、まずはここ、下手に行くとね、もうちょっとね、お金足りなくなっちゃうんで、まずはここを集めてから次行きたいなっていうふうに思ってるんですよ。もう結構昔のね、怪獣っていうのが続々集まっております。じゃじゃん。これね、めっちゃ勉強になるわ。つぶらや怪獣図鑑で、値段はね、結構高い。5000円。けどこれまだ絶版になってないから、この定価で買えます。これね、何がいいかって言ったら、すべての怪獣が網羅してるのと、何の話に出てきたか、第何話に出てきたかとかがね、網羅されてるんですよ。もう怪獣からヒーローから人までね。だから気になる造形のね、怪獣とか見たら、これで検索して、Hulu とかでね、その動画を見て、よりハマるっていうね、使い方にね、渡してます。これめっちゃおすすめです。はい。というわけで、本日は、墓場の画廊さんから、ブルマークの帰ってくる前、初代ウルトラマンって言ったらいいのかな？それの S サイズの当時風のソフビの紹介でした。この動画が面白い、楽しいと思えたら、熱い高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。じゃあね。